君の好きなものを教えて、自分の肌で感じて選んだものは本物なんだよ。本当にいいものはどこかで聞いた、噂話ではきっとわからないはずでしょう。世界は便利になりすぎた、君は何に価値をつけて生きてゆくの。君の感じたものに勝らないから、悩んであがいて手に入れたもの、ずっと大事に思うでしょう。待ってるんで。